回ですね、マルキューではこのサナギパワーという新しい餌を新発売させていただきました。この餌はですね、最近のこのセット釣り非常に難しくなってるなって僕らいつも感じるんですが、そのセット釣りのベース餌として使えることができる、新しいバラケ餌です。その中で特徴としましてはですね、粒状のサナギが、大量に入っています。中にはキラッと光るサナギでしたり、大きめのサナギ、また小さいサナギ、いろんなサイズのサナギが入っております。それと粒子感です。なかなかセット釣りをやっていてバラケーサがポカンポカンって浮いてしまったりですとか、ちょっと花火状に大きく広がっちゃって、クワセーサーに対してちょっと遠くなってしまっているっていうような、釣りをされたこと皆さん経験あるんではないかなと思います。このサナギパワーはですね、粒子感を若干細かめにしてですね、クワセーサーに直接リンクさせていく、そういったことをちょっとイメージして、私たちもテストを重ねてきました。それとですね、その粒状のサナギですが、これが大量に配合されております。1ボールだいたい 500cc、600cc ぐらいを作ってですね、最後まで1ボール使い終わっても、まずケージ変化をしていない、1投目の感じと、最後の1投目までほとんどそのタッチが変わっていないというところがこの餌の、最大の特徴になると思います。またですね、今まで使っていた、セットアップ、このような餌とでもですね、非常に、相性が良くて、僕自身は粒線ですとか粒線採流、トロスイミなどと、サナギパワーを合わせて、それプラスセットアップだけですとか、セット専用だけですとか、そういった感じで簡単に釣りをすることができるような、バラケーサに、仕上げております。若干、バラケ性が強いなって思った時にはこのような系譜、こういったものを混ぜてあげることで、餌がまとまりやすく、針につけやすくなりますので、ぜひともお試しいただきたいと思います。このサナギパワー、棚に厚く寄せて強い当たりを誘発させる、サナギが大量に入ったこのサナギパワー、ぜひ使ってみてください。